アレトペルタはカリフォルニア州南部で発見された白紀後期の極竜類恐竜の属の一つ。1987年、カリフォルニア海岸のカールスバット近郊のカレッジブールバードで建設作業が行われていた。ブラッドフォード・ライニーはその現場で古生物学的な調査をしている際、下水管用に掘られた溝から化石が発見されたことに注目した。それは数日のうちに、 サンディエゴ自然史博物館によって保護された。1988年、この発見はトーマス・デマレによって報告された。この発見は、その地域では最初の鎧竜類の化石でとして重要であったため、多くの注目を集めた。それは、カールスバットのアンキロサウルス類と呼ばれた。1996年、デマレとウォルター・プレストン・クームスによって化石は記載されたが、 学名は命名されなかった。2001年、模式種アレトペルタクームジが、トレーシーリー・フォードとジェームズ・カークランドによって、記載された。俗名は古代ギリシャ語で、漂流するを意味するラムダ・タウイータと、縦を意味するパイ・ラムダ・タウイータの組み合わせで、漂流する縦という意味である。その個体が死んだ時、半島山脈のテクトニックプレート上にある死骸の、 場所がメキシコの中央の逆サイドにあった。したがってこのプレートは骨を運びながら、さまようように北方へ移動していたと思われることから、ベンクライスラーによってこの俗名が提案された。種商業は、極竜類に関する長年の画期的な研究、並びに、多くの愛好家やプロの古生物学者に影響を与えたことをた,たえて、古石水動物学者、 ウォルター・プレストン・クームズ・ジュニアに、懸命されたものである。生体復元図アレトペルタは、頭骨を描く、単一の部分骨格でなる、ホロタイプ SDNHM33909 のみで知られている。その標本の一部は、サンディエゴのサンディエゴ自然史博物館に展示されている。その骨格は、頭骨、尺骨、上腕骨、肩甲骨、大腿骨、 頸骨、肥骨、腸骨、脊椎、肋骨、骨盤体を覆う部分的な装甲、頸部のハーフリング、少なくとも16個の有利した装甲板、8本の歯で構成され、海清掃である、ポイントロマ層で発見された。どうやら膨張した動物の死体は外面を漂い、骨にくっついている、軟体動物によって証明されているように、背中を下にして沈んだ後、 小さな魚礁環境を形成したと思われる。死骸はサメによって砂取られた可能性がある。ほとんどの骨は関節面を失い空洞になっている。結果、骨格要素の保存状態は悪い。アレトペルタは中型のアンキロサウルス類で最初は全長約6メートルと推定された。2010年、グレゴリー・ポールは全長約5メートル、体重は 約2トンと推定した。ホロタイプの損傷が激しいため、属の特徴を理解することは難しい。2004年、マシュー・ビッカリアスは、アレットペルタを疑問名とした。アレットペルタは、主に皮骨の形状と配置が、ノドサウルス科よりもアンキロサウルス科により近いことに、基づいてアンキロサウルス科に属すると見られている。ありがとうございます。